大阪府羽曳野市よりやってまいりました。四天王寺大学よさこいソーラン部不器用です。今から演舞させていただきますのは不器用2021年の作品きらめき。テーマは竹取物語となっております。奇跡の出会い、別れの運命、そしてその先にある輝かしい未来の訪れを表現しております。村人や貴公子たちのそれぞれの思いとともにかぐや姫が織りなす儚くも美しい世界をぜひお楽しみください。不器用一同全身全霊で演舞させていただきます。どうかご声援のほどよろしくお願いします。時は遡り、平安。今宵、我々が見せる。今もなお、語り継がれる物語。今はも、竹取りの奥野というものありけり。黄昏どく、沖野は竹やべえ。おや、時が光ってるではないか。切ってみよう。糸、美しい展開。
こい騒乱部不器用の皆さんありがとうございました。それでは続いてのチームご紹介いたします。一課の皆さんです。